はい、どうもリスラーメンの山口です。今回も白狼の党派戦やっていこうと思います。で、前回は超絶級1だったんですが、今回は超絶級2クリアしたので、まあ、安定にねクリアできたのでやっていこうと思います。ただ10ターン以内っていうのがなかなかに厳しくてできなかったんですが、まあね、この、パーティーでクリアすることができたのでやっていきます。で、白狼ここねアップできるんだけど、ここアップしちゃうと本来ゲット、これを超絶級2をクリアしていない人が、クリアしていないとゲットできないアイテムなので、とりあえずあの覚醒はせずに、このままやっていこうと思います。でだな、なんか直すところあったかな、なさそう。大丈夫かな、これでやっていきます。で、やり方みたいな感じなやつが、ですね、ルミナスとモミジとリグル、この3人で戦っていきます。まあ最初はこの前衛はこの3人なんですが、もうずっとね、後ろの3人、ルミナス、モミジ、リグルで戦っていく感じですね。はい。で、カゴがねマリアベルなので、もうめちゃくちゃ耐えます、全然耐えます。で、耐えつつ弱点特攻の無限加算も、重ねていくので、まあ全然余裕で倒せるかなと。で、目指すは10ターンなんですが、前回ね動画撮らない、動画撮っていない時にどれぐらいで倒したかというと14ターンか15ターンでしたね。なのでそこを、10ターン目を目指しつつ頑張ってやろうかなと思います。この3人で戦うって言ったんですけど、タイミングがね良ければ白狼も前衛に出してモミジのね、サポートしてくれればなっていう感じですね。 では、カゴ6連チャンで攻撃していきます。で、なるべくカゴはね6連チャンで攻撃できるように、動きたいなと思っております。リグルとルミナスがいれば、まあね、まあほぼ6連チャンで動けんじゃないかなという感じですね。ここももうこれ発動しちゃえば動けるし、はい、これですね。リグルのこっちだけで動ければよかったんですけど、そこまで運は良くないので、ここで発動しといて、で、なおかつね、マリアベルは絶対発動するでしょ。で、無限加算の弱点特攻も入ります。 15% ずつだって、何パーセントだっけ、あれどこに書いてあるんだ、んどこに書いてあるかがわからん。まあそのうち書かれるでしょ。この味方全体のガード率じゃなくて、敵の行動終了時に支配状態の数に応じて味方全体の弱点特攻バトル終了まで 15% アップ、無限加算とか敵のあの行動終了時か。なるほど。で、これやるとどのぐらい上がる、もう結構上がるから、一旦リグルをそのさっきも言いましたが変えても OK。 休んでおれ。で、この変えたタイミングでオーガの誇りの勢力のアップのやつやっといて、で、最後モミジでフィニッシュしたいので、まあ全体攻撃なのでね、今はまだアルビスでいいけど、全体に程よいダメージを与えていきたいのですよ。全体攻撃で全滅できるように、まあ、いい感じにねダメージを分散させていきたいので、こっから変えていく攻撃の対象を。これで支配が発動で、こっから弱点特攻が増えてくるね。で、まだ交換できるタイミングなので、今のうちにもう交換しとく前に、ここか2545OK。 じゃあここでもう一回モミジの、奥義ゲージアップさせときます。で、カゴの魔装庫のダメージ威力もバトル終了時まで 10% 無限加算できるので、これも非常に助かるよね。はい。で、あとはリグルと白狼チェンジのルミナスのこれ、
で、カゴのマソコンで、マリアベール発動。これを繰り返すと、こっち側がガードリッツアップのタイミングならば、絶対死ぬことないので、このままやっていくし、弱点特攻もね、かなり響いてるので、いいんじゃないかと。10ターン行くかな、10ターンで倒せるかな、そこなのよね。で2人ね、ルミナスと、モミジが奥義発動痕が出てる状態なので、ここは一旦消します。さらにここで全てカゴにさせといてのマリアベルで、今まだ対象変えなくてもいいけど、まあ、スフィアを狙っていきましょうっていう感じですね。おお、スフィア初狙いだけどかなりダメージが、これも弱点特攻が、ね、入ってるおかげですね。でリグルがいい感じにね、まだまだ奥義発動痕が溜まってないので、これは非常にありがたい。レーダーここで発動するでしょう。でこれ今ね、モミジ1個だけ技能のマソコンの状態なんだけど、無理にここ変える必要なさそうな気がするんだよね。一応この5コンボでどれぐらいいくかっていうのを見ておきたい。ずっと6コンボでいきたいっていうのは本音なんですが、無理に変える必要ないなと思うんだが、どうでしょうか。これ使っちゃうと次さ75とかになったら非常に苦しいので、一旦ここは5コンボで、グルーセスの方を狙っていきましょうか。いや頑張って10ターンいきそうな気がするけど、ほらこれね、マリアベルの、ね、ガードのおかげで全然食らわないんですよ。でだ、ここも同じく、これがぴったり発動できる、嬉しい。ぴったり発動をで、マリアベル、ここはアルビス狙っておきましょうか。で今ねちょっと早かったんですけど、ルミナスがマックスになったと思うので、モミジもマックスなので、一旦ここでね一発目放ってもいいかなっていう感じですね。もうちょっとまあそうか、なんだっけ、これが、マソコンじゃなくて、弱点特攻、はい、弱点特攻の無限加算、もうちょっと重ねた後でもいいですけど、今打てるっちゃ打てるし、このさっきのリグルとルミナスのコンボ、これが今できない状態になってるので、もう打っちゃってもいいんじゃね説が出てきてますね。で、あとはね、10ターン目、10ターン以内に、倒したいっていう気持ちも強いので、とりあえずここは、これ発動しつつの、こうよな。絶対、こうか。これやって、解けばいいんじゃないと思います。で残っちゃうだよね、どうしても。それはもうしょうがないので、残りの3ターンで、はい、残りの3ターンでなんとかしようと思います。残りの3ターン、残りの2ターンか。まずこのターンは稼ぎつつだよね。一応奥義を発動できるようにしとかないといけないので、
白狼とリグルチェンジおいぼれの出番じゃな。でこれでしょ、123だからここ、のこれだよな、絶対それ、その動き。マリアベルは次発動したらいいかな。次、うん、もちろん。そうしましょう。はい、説明しよ。さあ10ターン以内にできるのか。嫌いな。反撃嬉しい。手伝ってあげてもいい。うわあ、もみじの、もみじのゲージがない。これで上げたとしてもたまんないよな。うわやべ、失敗した、失敗したっていうか魔装痕が悪い。これで上げるよりはこっちで、こっちで白狼3枚を変えた方が賢い説で、次のラストターンが、いや、そっか、結局すいません、10ターン以内は無理だけども、まあクリアはできるのでこのままやっていこうと思います。クリアは全然できます。もう見た感じ余裕な感じがしますね。でやっぱマリアベルだな、今までいろんなパーティー試したけど、このマリアベルが一番安定して、ターンはめちゃくちゃかかるけど安定して倒せるのがマリアベルだと僕は思っております。 1,2 白狼、別に白狼別にやんなくてもいいよな。ここルミナス回復してるから、これ変える前にもう10ターン、ね、超えちゃってるからちょっと残念なんだけども、一応最後まで丁寧にしっかりと、もうこれねオートでも絶対勝てるぐらいの範囲なので、あ、ちょっと待ってよ、本当は変えたい、本当はリグルに変えたいけど、いやでも白狼は奥義打ったとって、奥義打ったとってどうにもなんないから、とりあえずこの動きだな。でもみじたまるかな、たまりますね。じゃあ次のターン、どんどん行こう。このターンブルーシス倒れれば、あ、まだだ、あ、でも全然マリアベル打ったよね、大丈夫大丈夫、全然耐えます。うわちょっと強い、こちらの攻撃だ。あれマリアベル打ったよね、打った打った打ったけど結構食らうな、やっぱ10ターン以降だからかなりダメージ食らいましたね。でここかな、2人発動、いやもうモミジでフィニッシュしたいので、これこれの発動をで、リグル、ここここモミジ、あー反撃来て死んじゃうとやばいので、こうこうだ、この技を行きます。おら、おー、オッケー、11ターン、一旦遅かった、10ターン厳しいな、でも全然余裕で戦えるので、はい、こんな感じでございます。ぜひね皆さんも参考にしてみてください。全然変える部分とかいっぱいあると思うので、皆さんなりの、パーティーを組んで戦ってみてください。はい、それでは今日の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。